で、最初のスパチャで飛ばしちゃったやつがあるんですけど、こんばんは。娘向こうがポコチャにハマっていて課金を繰り返す。携帯代は15万です、収入の大半です、孫は発達障害があり住宅ローンもあります、娘は看護師ですがフルタイムを働くことが難しい、向こうは注意すると切れるので厳しく言えません。課金をやめるのは難しいですか？難しいと思います。まあ、基本的には結局その、切れるとかで自分の感情を表に出すっていう人がいて、で、それが怖いから言えないっていう状況っていうのだと思うんですよね。で、要は、切れるとか怒るっていうのをやることで、自分の欲望とか自分のやりたいことっていうのを、まあ、そのまま突き通すっていう人がいるんですけど、で、こういうのの解決って、切れさせまくるしかないんですよね。要は切れても意味ないよねとか、怒ったとしても通用しないよねっていう状況にしないといけなくて、要は切れたら相手が折れるっていう風になると、まあやりたいことがあったら切れればいいんだよねっていうので、切れた者勝ちになっちゃうんですよ。なので、クレジットカードを解約するとか、クレジットカードを作られた瞬間になくしましたって言って、クレジットカード会社に電話して、生年月日とか名前とか住所とか言えば大体止めてもらえるので、とりあえず止め続けるっていうのをやると、割ともう、ポコチャでお金払うとかっていうのができなくなるので、あとは切れ続けると思うんですよ。で、いくら切れ続けたとしても、まあ別にでもあなたが、変なお金の使い方できませんよっていう状況を続けるっていうので、切れてもしょうがないよねっていうのを学習させるしかないんじゃないかなと思いますけど。よくDV の話とかもそうなんですけど、切れた側が得をする構造っていうのを維持すると、結局切れた方が得をしてしまうので、切れ続けるっていうのが続いちゃうんですよね。なので、切れた方が損をするっていう状況っていうのに、その環境だったりを変えていかないと解決しないので、そこは切れ放題切れられるんだけど、別に切れたとしても何も問題が解決しないっていう、そういう形にした方がいいんじゃないかなと思います。頭が悪いから刑事事件になりそうやな。まあそういう意味で録音したりとか録画したりとか、あと警察に通報が簡単にできるように、その手元で携帯で110番を押せるような癖をつけるとかっていうのをするといいんじゃないかなと思います。